6号艇で登場の田村貴信選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今週長かったんですけどどうですか？仕上がり具合はんん？まあ自分では納得してるんですけどね。うんうん、ちょっと足を比べると上位とは結構差がある感じします。うん、まあ、抜けてる。2期はちょっと湧出から漏れたんですけども、それも含めてどうですか？うん、それでもやっぱ伸び比べるとちょっと。うん、落ちるかな？っていう気はしますね。はい、そのあたり今日は作業的に考えてますか？ まあ本体、点検して、まあ、ピストンリングも1本変えたので、はいまあ、それで少しでも上積みできればいいかなと思います,、はい、かりますそこからプロペラ微調整ですねえ、あのー、足勝ちすることはないと思うので、まあ、展開をしっかり捉えられるような足にはしたいなと思ってますスタートなんですけどどうですか、今節決まり具合。<laughs> あ<ー> 間通り行くと遅れるので20より後ろになっちゃうのでうんまあ間より前には行きたくないっていうのもあるのでまあ、最低限全速ではいスリットラインを通過したいなとまあタイミングは,はいあの自信はないんですけどはいあのスリットの出し乗りはしっかりつけていきたいなと思ってます。ですけどね コースどうですか動きありそうですかスロー行くと全てまくられているので、うん、あのダッシュからを考えてますはいわかりましたそれではですねファンの方に最後申し訳つと意気込みよろしくお願いしますえあの展開取られるようにしてしっかり走りたいと思います応援お願いします。